背番号57が移籍後初登板をいきなり果たすことになる大事な大事なシチュエーションで上がります。しかも大事な3対2、1点リードの状況で井口監督決断をしました。黒木さん、はい、いきなりしびれるシーンでの出番になりました。これは何かロッテとしても本人にしてもとても大事なシチュエーションになりそうです。そうですね、ただの1回じゃないですね。そうやすやすと抑えられるわけにはいかないというそんな立ち合い、はいはい、考えときに、まあ、少し慣れるまでゆっくりさせようとかっていうことはもうさらさらないよ、はい、何がなってもこのポジションを跳ねる。おー、そしてインサイド変化球です。ジャイアンツでも今シーズンは投げ並べて浦和の交流戦でも投げていました。ここは三振切り。まずは移籍を最初のバッター沢村が渡辺亮を三振に切ってバットを発進です。でも黒木さん、はい、この球場の雰囲気を見るとロッテとしてはここをゼロに抑えればもういいね、この対決ですよ。もともとドラフト1位同士です、ジャイアンツの。見る人にとってはもうとてつもなく楽しいシーンではありますが、ただ選手としてはお互いにしてみればにも結果が求められる、勝利が求められるシーンであります。今度はジャイアンツのユニフォームを着ていたカリーホームで三振、2者連続三振です。ようこそ沢村という感じにお客様の拍手から。これはレフトの沢村です、フライです、キャッチャー田村です。風が押されていますがどうでしょう。あーっと難しいプレーでした。記録エラーです。ごめんなさいという感じで変わりました。沢村作戦メスレー2ストライク落ちてます、はい、難しいはずなんです、このバウンド。ここは